私たちスケールドロップです。さあ今回は以前なぎちゃんがプレゼンしてくれたこの企画をやっていこうと思います。はい、さあ今回は以前私がプレゼンした企画、アイドル苦手克服計画。すいません、声が少し枯れているんですけれども、MC を務めさせていただきます。じゃん、苦手克服企画。出してもらってメンバーの嫌いな食べ物を克服しようという企画です。あの皆さん顔がちょっと暗いんですけれども、はい、あとなんかファンの人はね、女の子の嫌がる顔が好きなのかなと。変態変態なの。誰が一番こう嫌がってる顔をねしてくれるかも楽しみの見どころですね。はい。ということでみんなの苦手なものを克服していきましょう。はい、というわけでここからはメンバーの苦手なものを紹介していきます。ここにオープン。さあこんなにも苦手なものたちをこれから克服していくんですが、以前私がプレゼンした時にチラッと言ったこと覚えてますか？元は催眠術をかけてもらって食べたかったんですよね。はあ、なのでよかったらお持ちしておきます。よかったらお持ちしておきます。今回はなんとガチガチの催眠術師さんが来てくれました。お願いします。ということで催眠術師の十文字玄斎さんです。はい、よろしくお願いします。ということで今回は十文字さんとの YouTube コラボ会となっています。はい、十文字さんの YouTube でもスキードドロップが催眠術にかけられているので概要欄からぜひご覧ください。はい、やっと夢叶ったよ。もう夢が叶いました。あ、そうですか。はい、はい、あのずっと私たち楽しみすぎて、はい、かかりやすそうかかりにくそうとかメンバーですごい喋ってきたんですけど、はい、かかりたいよって人、かかりたい、なんか一人かかりたくない。なんかまだ信じられない、信じられないやつです。アイドルの方とかと共演すると皆さん初めてですから。そうですよ、はい、で信じてる信じてないでかかるかどうかとかを評価されてるんですね。面白い観点だと思います。違う。アイドルとして催眠術にかかるんだ、だったらお仕事として思いっきりこの収録楽しんじゃおうっていう心がある方がかかりますし、この収録面白くないと思ってる方がかかりませんし、ただそれだけです。はい、楽しんでるかどうかとても関係があります。私も楽しもう。せっかくなので聞きたいこととか。質問はタブーはなしです。何でも聞いていただいて大丈夫です。はい、はいはい、あの催眠術師さんになるときに一番最初に勉強するのは何学ですか？学問というよりもやり方手順を覚えることが一番最初です。その後に成功パーセンテージを上げるためにいろんな心理的なものを後から勉強しますが、一番最初に催眠術を勉強するときはこうやってこうやってこうやったらかかるよっていう順番を覚えることです。やり方ですね、手品と同じですね。はいはい、はい、あの衣装で赤が多いのをよく見かけるんですけど、はい、赤が好きなんです。赤と青が多いと思います、はいはい、でその間の紫も多いと思います、うん、でそれは赤がエンターテインメントで人の心を興奮させ、青が冷静沈着、要するに集中して見てって言った時に人間がスッと素直になれる。一生意味があったんですね。はい、そうです、全部意味ございます。だから赤で、これ実は本なんですけど、はい、青っぽくて全部意味があります。ちなみに私たちの1個前の衣装にすごく似てます。あ、そうなんですね。似てますね。そうなんです。
でこんな機会めったにないので、はい、少し催眠をしていただきたいんですけど、はい、では皆さん、せっかくいろんなことを試したいということなので、皆さんには幸せの催眠をかかっていただきましょう。では醍醐味です。眠って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 スッと近づける、さあスッと近づける、さあ3つ数えると気持ちよく目が覚める、気持ちよく目が覚めると10文字原産の赤い頭、トマトが乗っかってるみたいでめっちゃ面白い、3つ数えるとすごい楽しい気持ちになって目が覚める、1つ2つ3つ、おはようございます。あーすげー楽しい、めっちゃ楽しい、見て見てこれ、見て見てこれ、めっちゃトマト乗っかってる、めっちゃ面白い、しかも面白さの2倍、面白さ4倍、面白さ6倍、面白さ8倍、面白さ10倍、めっちゃ面白い、トマト芸人さんじゃないんですけど僕トマト、しかもこれが笑いのバロメーターです、見て見て、ふーっと笑う、ってことはこうするとふーっと、手だけ見てて、手だけ見てて、めっちゃ冷静になるよね。でもね、これがね2倍あればうるめっちゃ上がってく、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 しかも楽しさ倍で、楽しさ倍で、そう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 、どんどん上がる、見て、あ、どんどん上がる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 、めっちゃ上がる、ですですよね、大丈夫ですか、大丈夫です、楽しい、さらに笑える、さらに笑える、あ、止まった最初から止まった、最初から止まった、最初から止まった、最初から止まったのね、最初から止まった、いい感じです。気づいてますか椅子にお尻がひっついてて立てないって、えほら、無理です、めっちゃ硬いですし、え怖い、ほら、めっちゃ、あ、でもいけた、やっていけた、あ、OK ですね、同じ催眠がかかってるんですよ、あなたも、ほら、めっちゃお尻ズーン、えですよね、はい、なんで立てないんです、えそのまんま目閉じてってやったら目も開きません、え待って、どうしたんですか、ちょっと待って、本当に開かない、本当に開かない、音聞こえるよね、指パッチンパチンって聞こえたら開くようになりますよ、広いすごい、ね、しかも体も立てると思います、撮ってる、こんな感じです、ね、ピーマン誰ですか、はい、から、ネギ、いやでも私野菜基本的に全部嫌いなんですけど、その中でも頑張っても食べれないやつがピーマンで、給食の時はもう牛乳と飲み込みながら食べてたぐらいで、中3以来ピーマンとは疎遠です、お母さんが作るピーマンの肉詰めとかも食べれないから、いつも肉の部分だけもらって一応匂い解毒、匂いは多分大丈夫だと思う、匂いする、匂い、あーなんかピーマンの匂いする、え鼻つんだからな何が嫌いなんでしたっけ、ピーマンが嫌い、そうなんですね、眠って、ずーっと近づく、どんどん近づいても私がしっかり支えてるから大丈夫、どんどん近づける、ずーっと近づける、3つ目ると、これからやることがあなたにとってすごい楽しくて、すごい幸せで、あなたは何を食べてもあなたの心の中で、そしてあなたの口の中は美味しいしか感じない。幸せの口になって目が覚める。一つ、二つ、三つ。おはようございます。おはようございます。一つ聞きたいんだけど、これでしょ。見てこれ。え？緑。これでしょ。しかもこれすごいいい色してない緑。ね。しかもね、これね、美味しそうって言って。美味しそう。その気持ちがわかるよ。そう、さらにもう一回言ってみて。美味しそう。そう。でしょ。ね、トマトとか生で食べれる？アレルギーですか、あ、なるほど、アレルギー、あ、他に食べれる野菜ある、
トウモロコシ。トウモロコシ。トウモロコシみたいにかじっちゃうよね。ね、甘いよ。すごい美味しい。ね、蜜が出るよ。一つ、二つ、三つ。美味しいって言って食べて。美味しい。あ、めっちゃ美味しい。あ、パクって。はい。マジ美味しい。しかも甘いし、口の中。めっちゃ美味しい。うん、美味しいでしょ。甘いよね。そうそうそう。甘いの。甘い。美味しいって言ってさらに美味しさ上がるから美味しい。あ、あれ、ほらさっきより美味しい。不思議。ねえ、どうした。あ、いい今顔がちょっとだけなったのはちょっと苦味を感じたんでしょ。見て見て見て、ここ触るよ。甘みがあるよ。一つ二つ三つ甘い。めっちゃ甘くなった。下の先って甘い目を感じるからこうやっただけで甘くなる、うんうん、甘くなるよね。こうやって。ああ、めっちゃ美味しい。甘くなるよね。ああ、めっちゃ美味しい。でもね、すいません。アイドルの定番をやらなきゃいけないんでしょ。ねえ、見て。サインにかける。ピーマンです。どうしたの？美味しくない。美味しくない。いい見て。ピーマンじゃない。トウモロコシ。口の中甘くなった。わかんなくて。わかんない。めちゃめちゃカリー。はい、めちゃめちゃカリー。はい、ピーマンポンプ。ねえ、バッチリでしょ。本当に感覚が変わるってことを目の前に見たんです。皆さんねえ、こうなってみたくない？なりたいですよね。続きまして、なんか野菜スティックがありますか？人参。はい、みきさん。それが一番嫌なやつ。これめっちゃいつも残してるよね。人参界の中でもあれが一番無理。匂いは？匂いはいけます。あ、多分。これ匂い。どこ？これ。外はしないだろ。いいか。セブンイレブンの匂い。なんで嫌い？なんで味が嫌い？味が嫌い、そうなんですね。目つぶって、眠って、スッと近づける、スーッと。見つかれると気持ちよく目が覚める。気持ちよく目が覚めると、あなたは目の前にとっても美味しい野菜があります。一つ、二つ、三つ。おはようございます。おはようございます。はい、食べてみてこれ。おいしい、おいしい。返してもらっていいですよ。はいはい、このオレンジ色のどうぞ。はい、野菜だよね。うん、どうぞ。めっちゃ甘いんです。おいしい、うん、甘い。甘いよね。もう一回どうぞ。どれですか？オレンジ色の、せっかくですから。はい、え、甘い。甘いですね。おいしいでしょ。うん、おいしいですね。はい、これで OK です。ねえ、でこれ何ですか？人参。見て、人参。ほら、人参。うん、どうぞ食べてみて。嫌だ。あ、もう嫌だった。だったらこうしよう。なんか苦い。あ、なんか苦い。じゃあこうしよう、こうしよう、こうしよう。見て。さっき美味しかった？美味しかった。はい、甘いって言って。甘い。甘くなるよ。ほら、もう甘くなってきたでしょ、さっき。甘い。甘いよね。甘いよね。甘い。わさびがついた箸も嫌。匂いは？匂いが本体じゃん。そう。だって鼻に抜けるでしょ。うん。いや、そう。ピカチですよ。お寿司とかガチの顔が見てる。なるほど。わさびやばそうだけどね。え、実は催眠術師よくわさび使うんです。タバスコとか他のものを使わない理由は、やる人に対してエンターテインメントで体に対する負担が少なくて済む。だからわさびが多い。甘い食べ物なんか好きなものありますか？
生クリームでよく見るから生クリームになりたいと思って。あ、生クリーム好きなの。あ、生クリームでもすごい甘い生クリームとかイメージできる。はい、あ、できる。はいはい、じゃあそれでいきましょう。はい、はい、見て眠って、スッと時間切る、ずーっと。そう、待って、リフォームが来た。さあ、どんどん見つかれると気持ちよくなるので、一つ、あ、三つ、ありがとうございます。頭ファーってするでしょ。ちょっとだけ顎触るよ。口の舌先がとっても甘さを感じるんです。その甘みがどん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 上がってきます。生クリームです。口の中にガーッとしてるも生クリームのあの柔らかい感じ、めっちゃ幸せ。イメージするだけで笑っちゃうぐらいすごい幸せ。一つ、二つ、三つ、めっちゃ、口開けてみて、口開けてみて、はい、そのままです。はい、行きましょう。はい、行きましょう。あれれれれれれれ、めっちゃ甘いです。はい、どうぞ。甘くない。はい、もっともっとください。これ、これ、これ、ここが、この人、この人分かってかかってるね。はい、はい、めっちゃ楽しいよ、めっちゃ美味しいよ、めっちゃ幸せ。自分でも幸せって言ってみて。幸せ。あ、幸せ、めっちゃ甘い。めっちゃ甘い。あ、こうやってきたでしょ。あ、さっきよりマシ。さっきよりマシだね。あ、はい、見て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 、この花の、ポン。お、なくなったでしょ。マリン。花どこ行った。飲み込めた。飲み込めましたよね。本当にですか。本当にわさび嫌いだったの？え、でも私あの二人に見てて、はい、その後わさびのチューブ見せられた時からもう食べたいと思ってました。こういうのなんていうかしてますか？もらい催眠って。要するに他の人がそういう催眠をやってた、私もそうなりたい、いいなって思うから、素晴らしいですね。こういう人は催眠術師としてはもう最高です。なんか口に残ったやつはめっちゃ甘い。甘い。ちゃんと3人連続で克服。素晴らしいですね。素晴らしいです。